はようございます。ジャンクです。すいません、昨日なんですが、17日目のね、ガチャに関しまして、ちょっと動画の方が、ちょっと間違って削除してしまいまして、アップロードできませんでした。ちょっと非常に申し訳ない。一応ね、結果としては10連でガチャピンモードが溜まっただけというような形になりましたので、今回ちょっとねガチャピンモードが大幅に上がっておりますので、ガチャピンモードを願って回していこうかなと思います。というわけでよろしくお願いいたします。今日18日目ですね。はい、うそーん。あ、これあれか、溜まってガチャピンモード入るやつか。あ、そうですね、マックスになったのでガチャピンモードが確定と。はい、というわけでありがとうございます。これ回す意味ある？これ回す意味ある？でも初めてなりましたね、全ガチャピン。はい、というわけでありがとうございます。はい、というわけでじゃあガチャの方やっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、というわけでやってまいりました。今回は、20連回した後にガチャピンモードということで、では早速20回やっていきましょう。よろしくお願いいたします。うはクズ10 はい、というわけで10連目はブロンズムーン3個シルバームーン1個ですね。ありがとうございます。プラスが2ということで、じゃあもう10連。あー、はーい、どうも。まあそうなりますよね。はい、20連目はブロンズムーンが5個シルバームーン3個はいいですね。ありがとうございます。というわけでここからは SS レアが出るまで無料ということで、よろしくお願いします。あー、そうですか、10連で出るやつですか。あー、1もなんか微妙。1234567891。はい、というわけで SSR は、ガンダムオーザー。はい、というわけでゴールムーンでしたね。まあでも10連で終わったということは、逆を言えばね、これはムックモードが来るんじゃないでしょうか。というわけでよろしくお願いします。来たー、 OK。 あー、よかったー。はい、というわけでムックモード提供割合 9% ですね。ちょっとこの上のずらっと寝る確率アップが結構ちょっとしんどいんですけど早速それではモックモード回していきましょう。よろしくお願いします。まあそうなるよね。まあそうなるよね。まあそうなるよね。はい、それではよろしくお願いします。何かな。はい、エレメントありがとうございます。はい、というわけで、本日18日目、ガチャピンモードからのムックモードということで、まあ非常にね、結果としてはまあまあ SSR が出てくれたのでありがたいと思います。はい、というわけで本日のガチャはこんな感じでございました。
最終日ねスーパームックモードみたいなのがあるみたいなので、そちらの方もねぜひ期待してね、ガチャ更新が29日の夜7時となってるので、これもうちょっとひょっとしたらなんかあるのかなと思いつつね、頑張っていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。シャンクでした。もしよろしければチャンネル登録高評価とよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。